ただいまより京南ふれあい広場公園の在り方を考えるキックオフミーティングを開催いたします。公園の歩みについてです。京南ふれあい広場公園および武蔵野プレイスの敷地はもともと農林水産省が保有していた食料倉庫の敷地となっておりました。国に対し昭和48年から用地の取得に向けた協議を開始し、から20年後の平成10年に利活用方法についての報告書をもとに図書館、青少年チャレンジセンター等の施設として土地を活用する等の利用計画を立てて当該地を国から取得いたしました。平成23年に整備工事を行い、同年7月2日に公園はオープン、その4日後に武蔵野プレイスは開館しております。京南町の盆踊りですとかマルシェ等の多様なイベントが開催されております。しかし地域が盛り上がる一方で芝生広場の維持管理が間に合わないという状況が続いておりました。芝生保護のため、人の立ち入りを制限すると市民の皆様からいつも閉鎖している公園という印象を持たれておりました。令和元年度より現状の土の広場として管理しております。市民の皆様と共に京南ふれあい広場公園をさらに活気ある空間にしていきたいと思っています。2000年以降この行政と民間企業地域がですね、こう混ざり合って取り組みをしていくということができる時代になりました。より多くのレイヤーやより多くのプレイヤーの方々が関心を持ち関わりを持つとても大切な場所だと思います。ですのでそういった方々の理解と皆さんの思いと資源を出し合っていただいて一緒に作りましょう。誰々さん元気にしてるのとか、何々君大きくなったねとか、そういうお話が今どんどん薄れてきてます。でそういった中で、プレスだったりそういうところのイベントとか、いろいろ祭事とかそういうところになるのかな、地域の人にも外の人にも、愛していただけるような場所になるといいなと思っています。やっぱり一緒に汗をかくというところで一員として関わっていきたいなっていうのは、ふつふつと、年齢を重ねて出てきた思いでございますので、次なるプレイスの取り組みと合わせてですね、ここの辺り場所を、今日また新たにつながった部分もありますので、そういったところで一緒に考えていければなというふうに思っております。